Generally speaking, Apollo is widely identified with Helios, but Wikipedia English writes about Apollo as follows. In Hellenistic times, especially during the 5th century BCE, as Apollo Helios, he became identified among Greeks with Helios, Titan god of the sun. In Latin texts, however, there is no conflation of Apollo with Sol among the classical Latin poets until the 1st century AD. Apollo and Helios Sol remained separate beings in literary and mythological texts until the 5th century CE. 一般には広くアポロイコールヘリオスと考えられています。共に太陽の神です。が、ウィキペディア英語版には次のようにあります。ヘレニズム時代、特に紀元前5世紀の間には、アポロはアポロヘリオスと呼ばれていたこともあり、アポロとヘリオスはギリシャ人の間では同一視されていました。ヘリオスというのはチタン族の太陽の神でした。アポロはこれに対してチタン族に対抗するオリンピアン族でした。しかしラテン語の文献によれば、紀元後1世紀までラテン語の詩人たちによってアポロが太陽神、つまりヘリオスと同一視されたという事実はありません。紀元後5世紀までアポロとヘリオスは文学においてもまた神話においても別々の神として表現されていました。広し林、浜松シティ、ジャパン。ごく一般的な論文を紹介します。ここに皆さんにご覧いただいているのはその論文ということになります。この論文の5ページ目のところにアポロイコールヘリオス論が出てきます。なぜこのように誤解されたかというと、アポロつまり太陽の神はアポロソル、つまりアポロヘリオスと呼ばれていたところから始まります。この論文の赤枠で囲った部分に注意してください。一番左からマルドックイコールラーヘリオス、そしてイコールアポロイコールミトラと書いてあります。マルドックイコールラーですが、マルドックイコールミトラ説についてはほぼ私もそのように確信していますが、今一つ証拠が集まっていません。ともかくもここでアポロイコールミトラ説に注意してください。アポロイコールミトラ説については続く動画の中で説明しますが、問題はヘリオスです。私、林浩司は、ギリシャ彫刻はそれまでの神々の世界を立体彫刻という形で表現した、つまりは神々の立体歴史書であると説いています。つまり、ギリシャ彫刻を丁寧に分析すれば、神々の歴史がわかるというわけです。例えば、左のミトラ像と右のアポロ像を比較してみてください。大変顔がよく似ていることがわかります。つまりこのような形でギリシャ彫刻はミトライコールアポロなんだよということを私たち人間に教えているということになります。そしてその間をつないだのが中央の像です。中央の像は一応アポロ像ということになっています。フランス在住のセリ・キムラさんが送り届けてくださいました。顔を比較してみてください。そして極めつけは
左2つの像の頭にフリギア帽が乗っているという点です。こうしてミトラとアポロがつながりました。すなわち左からミトラ、アポロ、アポロ像ということになります。顔が一致しています。がこれに対してヘリオスは顔が似ていないということですね。左がヘリオスです。中央がミトラです。そして右がアポロです。顔を比較してみてください。これらは皆ローマンコピー、つまりコピーである点にも注意していただきたいんですけども、特に目に注意していただきたいと思います。右2つ、つまりミトラ像とアポロ像の目は全く同じです。今向かって右側の左目を比較していただいていますが、向かって右のアポロ像は左右反転しておきました。で、向かって左側の右目に注意してください。中央のミトラ像と右のミトラ像の目は全く同じです。少なくともヘリオスの目とは違います。こういう点からもアポロイコールヘリオス説には大きな大きな大きな疑問符がつく、イコールアポロイコールヘリオス説は否定されるということになるのではないでしょうか。私林博士はヘリオスもアポロも共に太陽の神だったということになります。もともとヘリオスが太陽の神だったわけですけども、チタン族とオリンピアンの戦いでオリンピアンに敗れたチタン族のヘリオスはその太陽の神の座をアポロに引き渡したということになります。I, Hiroshi Hayashi, have traveled a long way to find this Greek sculpture, with which I am able to prove that Mitra is Apollo, or Apollo is Mitra. Here is my pleasure to show you a Greek sculpture of Apollo with a Phoenician cap, which depicts that Mitra is Apollo, or Apollo is Mitra. The Greek sculpture has got sun rays around his head and it shows that he is the sun god. ギリシャ彫刻はそれまでの神々の歴史を示す、つまりは立体歴史書ということになります。その証拠が出てきました。長い道でしたけども、アポロイコールミトラ、ミトライコールアポロという事実を示す決定的なギリシャ彫刻が出てきました。今皆さんが左にご覧いただいているのがその像です。アポロ像です。右もアポロ像です。そして一番左がミトラ像です。フリジア帽で一致しています。そして右の二つは顔で一致しています。すなわちこの像がアポロとミトラをつないでくれました。すなわち、アポロイコールミトラ、ミトライコールアポロだったのです。そして、この像の顔の周りには、太陽の光線を示す髪の毛が示されています。まさに、太陽の神、アポロ、すなわち、ミトラ、ということになります。Thank you.
Nikolai Vich Tolstoy wrote, If you are content with the old world and try to preserve it, it is very sick and cannot hold out much longer. But if you cannot bear to live in everlasting dissonance between your beliefs and your life, get out of it right now. Here in this video, it's my pleasure to prove that Apollo is Mitra or Mitra is Apollo, together with the fact that Lycia, now in Turkey, was Mitra's birthplace. ニコライヴィッチ・トルストイはこう書いています。もしあなたが古い世界に満足し、それを守り続けているなら、それは気分の悪いものであり、それは長くは続かないでしょう。もしあなたが信じていることと生活との間にいつまでも続く不協和音に耐えられなくなったら、直ちにそこから抜け出ること。この動画の中では、アポロイコールミトラ、ミトライコールアポロ説をじっくりと説明します。同時に、ミトラの故郷は現在のトルコのルキアであることを説明します。広し林、ハママシティ、ジャパン。ギリシャ彫刻というのは、それまでの神々の世界を彫刻という形で表現した、つまりは立体彫刻書であると私、林博士は判断しています。それについてはこれからおいおい説明することとして、まず皆さんをトルコのリキアへ案内します。英語読みではリシアと読みます。あるいはリチアと読む人もいます。このリキアはミトラが最後の晩餐をし、そして天上へ帰っていった都市としてもよく知られています。そのリキアです。現在はトルコになっていますが、古代ギリシャ時代においてはギリシャそのものでした。次に皆さんをギリシャのデルポイ、あるいは英語式にデルフィと呼んでいる人もいますが、そのデルポイへ案内します。ここがデルポイです。なぜルキアとデルポイなのか、それを説明する前にまず位置関係を確認しておきたいと思います。向かって右側が、これがルキアです。そして左側がデルポイです。その間の距離は648キロあります。簡単に行き来できる距離ではなかったと思われます。ちょうど距離は東京から広島の少し手前までの距離と同じです。で、そのルキアとデルポについて、イタリア在住の研究家のニコ・ジェラルトさんがこんなメールを送ってくださいました。それによると、あのアポロは夏の間はルキアで夏を過ごし、冬はデルフィーやってきて、デルフィーで冬を過ごしたというのです。これがルキアです。左がデルポイです。大変作りがよく似ている。ということになります。まあ、これは同じ文化圏の建造物ですから、このように似ていてもおかしくはないと思われます。ともかくもアポロはこの間を
行き来していたということになります。先ほども言いましたように、ギリシャ彫刻というのは、つまりは神々の立体彫刻書ということになります。例えば、ここでアポロとミトラの顔を比較してみます。共にローマンコピーですけども、比較してみますと、違いがないという点で同じと、私、林博士は判断しました。髪の毛を除外してください。で、やや傾きが違うという点がありますが、これら両者は同じで、つまり、ギリシャ彫刻はこのような形で、アポロイコールミトラなんだよ。ミトライコールアポロなんだよということを示しているということになります。まあ、こういう類似点、一致点を基本にですね、神々の世界の謎を解いていくということになります。まあ、ここが一つの重要なポイントですから、皆さん自身で確認しておいてください。左がアポロ、右がミトラです。同じ神だということですね。それをギリシャ彫刻は立体彫刻書として表現しているということになります。もう一つの例を皆さんにお見せします。ゼウスの母親と言われているレアです。レアです。これもローマンコピーと思われます。それはともかくも、このレアと、そしてゼウスの妻のヘラ、この両者を比較してみますと、全く同じであることがわかります。まあ帽子とか、衣服とか、そういうのを除外して比較してみてください。この場合は、髪の毛については使い回しをしていると私、林博士は判断しています。つまり同じデータベースを使って彫刻されているということですね。まあそれはともかくも、顔を比較してみてください。今度は向かって左側のヘラ、つまりゼウスの妻と、そしてゼウスの母親のレア、同じ女性であることがわかります。注意深く比較してみてください。まあ、このような形でギリシャ彫刻はヘライコールレアなんだよ、レアイコールヘラなんだよということを教えているということになります。まあわかりやすく言えばですね、ゼウスの母親とゼウスの妻は同じ神であるということになります。となると、どう考えたらいいかってことになるわけですね。ゼウスの息子がアポロ。アポロとミトラが同じ。そしてゼウスの妻がヘラ。そしてゼウスの母親がレアということになります。まあ、親子関係がめちゃくちゃじゃないかというふうに考えられる人もいるかもしれませんが、それが神々の世界だということです。一応このような神々の系図が作られています。が、これは人間中心の、いわゆる人間の考え方による系図ということになります。ですから、まあ、こじつけにこじつけて、親子関係、兄弟関係をこのように作り上げたと、私、林博士は判断しています。中央から下にオリンピアンの、家系ですね。上が、チタン族です。というふうに分けているわけですね。一応その分け方は間違ってないと思います。で、ゼウスとヘラが中央にいます。そしてその上にレアがいます。これはあくまでも人間が作った神々の系図ということになります。神々の世界では、恋愛まではどうやらするようですけども、しかし、その後、セックス、そして妊娠、そして出産ということはなかったようです。と、林博士は判断しています。つまり、仮の親ということになるわけですね。その仮の親のところに、子供がどこからか授けられます。そして、その子供を仮の親、父親と母親が育てます。まあ男神は男のような体をした神ということになります。女神は女のような体をした神ということになります。
あくまでも便宜上のものです。そしてその仮の父親と仮の母親のもとで子供が育てられます。そして子供はやがてすぐ大きくなり、同時に育ての親がそのまま兄弟になったり、父親になったり、あるいは子供になったりします。便宜上そのような親子関係になるということです。ですから、このような複雑な関係が生まれてきます。ゼウスの子供がアポロ、ザラスストラの子供がミトラということになりますと、ゼウスイコールザラストラとなります。そして、ゼウスの妻がヘラということになりますと、ザラスストラの妻がアナヒータということになります。まあ、このようにして繋がっていくわけですけども、ここを理解しないと古代の神々の世界を理解することができません。と同時に、ギリシャ彫刻で表現されている神々の歴史というのも理解できなくなります。そこに注意してください。そして、イコールで繋ぎますと、ヘライコールアナヒータイコールレアということになります。つまり、母でもあり、妻でもあり、そして相棒でもあるということになります。そして、アポロイコールミトラ、そして、ゼウスイコールザラスストラということになります。by 林博史です。となると、人間が考えるような男、女であったかということになります。が、それはありません。女性系の体をしている女神でもですね、ついているものがついています。そして、男性系の男の神ですね、もついているものがついていますけども、後で紹介しますけども、はっきり言えば、まともには役に立たない、それを持っているということになります。まあ、ここに今、アフロディティを紹介していますけども、私たちがヴィーナスと呼ぶ神ですけども、このアフロディティたちは皆、このようなものを持っていました。ミロのヴィーナスも持っています。まあ、腰巻きで隠してますけどもね。で、胸があって、まあ、このようなのがついていて、特に大腿部を比較してみてください。まあ、この大腿部。まあ、少しでもスケベ心のある方ならわかると思いますけども、これは男性の大腿部ではありません。太ももに注意してください。つまり、古代の神々は、両性具有であったということになります。これが、ベルガマで見つかった像です。そして同じような像が、いくつか見つかっています。共に、手ますか、皆ついているものがついています。つまり、女性のような体をしていても、このようなものがついていたってことになります。となると、ローマンコピーにはこれがついていないんじゃないかってことになりますけども、ローマンコピーの方ではそうしたものはですね、綺麗に削り落とされています。ですから、ローマンコピーで表現されている女性のそれはですね、ツルツル点であるということになります。それはともかくも、このような形で、まあ、ギリシャ彫刻はですね、古代の神々は、両性具有であったってことを示している。ということになります。向かって一番右にいるのがディオニソース、つまりバッカスです。大きな胸をしてますね。しかし、ついているものがついている。すなわち、ひょっとしたら、ディオニソース、バッカスは、女性系の弾痕を持った神ということになります。そして一方、左が、これがグラジエーターです。闘士です。屈強な体して、まあ、頑丈な体っぽく見えますけども、ついているものは、小児と言いますか、少年期以前のそれになっています。つまり、これでは役に立たなかったということですね。これが神々の世界だということです。つまり先ほど言いましたように、恋愛まではどうやらするようですね。イナンナもしています。しかし、その後のセックス、妊娠、出産はしなかったということになります。そうした神々の世界が、こうした、ね、肉体を見ると判断できるということになります。まあ、一番向かって右側の人はですね、これはハーマフロディスというのも理解できますし、女性の一応体を持って、まあ、それがついている神というふうにも理解できるわけです。左がトルコのベルガマで見つかった像です。右が私たちがミロのヴィーナスと呼んでいる像です。この両者は全く形の上においても同じです。やや時間差を置いてありますから、ポーズが動いてますけども同じです。微妙な腰のラインなどに注意して比較してみてください。そして、このようなものが立派についているということですね。体は女性系であっても、つまり、ついているものはついているということです。
まあ、それ以上言いようがありませんがね。つまり、人間の私たちが持っている、まあ、世界とはまるで違うということを、皆さんここでしっかりと確認しておいてください。これが神々の世界です。で、本論に戻ります。そうした視点を基本において、もう一度左のアポロとミトラを比較してみてください。つまり、このような形で繰り返しになりますけども、アポロイコールミトラ、ミトライコールアポロだということをギリシャ彫刻は私たちに教えているということになります。もう一度顔を比較してみてください。これら両者は同じです。一応ローマンコピーですから、ギリシャ彫刻はですね、すべてローマへ運ばれ、そこで作られたコピーということになります。多少そういった、まあ、なんて言いますか、制作過程での違いというのはあるかもしれませんけども、基本的には同じです。大変完成度の高い美しい顔をしています。まあ、こういう形でですね、ギリシャ彫刻を手がかりにして、私たちは神々の世界を、あるいは系図を知ることができるということです。アポロイコールミトラ。ミトライコールアポロということになります。つまり、アポロとミトラは同一神であるということになります。そして、アポロはルキアとデルフォイの間を行き来していた。そして、ミトラは当然ルキアで生まれ。そして、最後の晩餐をして、天井へ帰って行ったということになります。もう一度最初にお見せしました地図を見てください。向かって右がルキアです。そして左がデルフォイです。距離は648キロあります。簡単に行き来できる距離ではなかったんですけども、言い伝えによると、夏はアポロはデルフォイで過ごし、冬はルキアで過ごしたということになっています。まあ、空を飛ぶことができた神々にとっては何でもない距離だったということにもなります。そして、ミトライコールアポロ、アポロイコールミトラとなりますと、これで謎が解けますね。すなわち、ミトラはルキアで生まれ、そして天井へ帰っていった。と同時に、アポロはルキアとデルフォイの間を行き来していたということになります。デルフォイというのは言うなれば、フリジアの出先機関だったということになります。わかりやすく言えば、県庁所在地のようなものだったんですね。そして、アポロは、盾ごとを持っています。ということで、アポロイコールミトラ、ミトライコールアポロ説を説明しましたが、最後に、古代ギリシャの音楽ということはできませんけども、古代ギリシャの先方で作曲された音楽を聴いていただきます。では、なぜ私、林浩司がアポロイコールミトラ説にこだわり、またアポロはヘリオスではなかった説にこだわるかというとですね、この謎を解いていくと、結局は古代の神々は一つの点に集まっていくということです。言い換えると、神はこの世界には一人ということになります。その
一人の神がいろいろな風に分かれ、そしてそれに人間がさまざまな解釈を加えて、つまりはバラバラにしてしまったということになるからです。さらに言い換えると、私たちが神あるいは神々と呼んでいる神は元は一人の神ということになります。その神同士の流れを組む宗教が互いに我こそ正しいと言って争っている姿は、神の目から見ればまことにもって愚かしいあるいはおぞましいということになるのではないでしょうか。そしてその神は大きな流れとなって今の今も私たちの世界を包んでいます。今ご覧いただいているのはアンドレ・リューのコンサートの様子です。そのコンサートの上にはアポロの像が彫り込まれています。このような形で私たちが気がつかないところ、あるいは無意識でいる世界においてですね、神々は今も私たち人間を温かく見守っているということになるのではないでしょうか。 Bye for now.